の直接請求のですね、その事務手続きを経ましての記者会見をさせていただきたいと思います。私は事務局長をさせていただきます山川と申します。座って進行も含めて説明させていただきますのでよろしくお願いします。記者の皆さんには本当にこの運動を長く追っていただきましてありがとうございました。今日はお手元の方に記者会見の資料の方を置かせていただいておりますのでぜひご覧になってください。私たちの橋戸の是非は府民が決める住民投票を求める会ですけれども、本当にこの2ヶ月間ほどの署名を集め、全体で21万134筆、その数が72市区町村の選挙管理委員会が審査によって最終的に勘定をした総署名数になります。でうち有効総数が19万2773筆ということになります。もちろんこの数は大阪府内の在住有権者の50分の1ということを多く超えておりますので、直接請求の権利を得て、そして今日大阪府知事に対しての請求手続きを先ほど2時から別館の方で取り行うことができました。この後ですね、臨時議会が開会をされるということになります。明日議員運営委員会が開催をされるということを聞いておりますので、正式には決定してまいりますが、どうも7月の後半、7月中にはあるだろうというような話も出てまいりました。吉村知事はですね、6月の6日の府議会で議論をし、そして府議会の中で議論をして誘致の決定を出しているんだから住民投票は必要ないと、そういうことをおっしゃいました。それから反対派の意見を聞く、そういうこともおっしゃいました。そういうことであるならばということで、私たちは直接面談を求めております。しかし大阪府の方は吉村知事が直接面談をしないというのは大阪府としての正式回答であるということを言っております。最初秘書課の方に連絡をしたいということで連絡をしたわけですけれども、 IR 推進局とそれから秘書課の間をたらい回しにされた挙句ですね、結局は会うことができないというのが正式回答です。これはやっぱりテレビで言っていることを会見で言っていることと全く違うのではないかということで、非常に私としては残念に思っております。この会見が終わった後、もう一度秘書課にしっかりと直接面談によるお話の場を持っていただきたいということと、後から共同代表の中野さんの方からもあると思いますが、知事に対しての書簡ということも作っております。お手紙もあります。そうしたものを受け取っていただきたいと思います。今回こうして住民投票の直接請求をするということで、先立って12時からこのちょうど大阪府庁舎前で大阪府民握手を行いました。72市区町村から552人、実数ではそのぐらいだろうというふうに感じをしましたが、多くの方が参加をされました。1977年に大阪府で住民投票をやって以来、それができなかった、またやれてなかった、そういう状況の中で今回カジノという問題をめぐって住民投票をやった、その重みということをですね、吉村知事にはしっかり分かっていただきたいし、大阪府議会の議員一人一人の良心に照らしてしっかりした審議をしていただきたい、そのように考えております。今日は各共同代表からも一言ずついただいてですね、皆さんの方からご質問をいただきたい、そのように考えております。よろしくお願いいたします。それではまず最初に共同代表の大垣さんの方からお願いします。共同代表の大垣です。私の方は今日は外にご覧になりましたかね、皆さんトラックの上に着いたおよそ21万筆っていう署名なんですが、その重さについてよく戦争だと何人犠牲になったとか、災害だと何人犠牲になったとかというふうにして数で言いますが、21万筆の中には21万人のそれぞれの思いがこもっているという目線でちょっと話をしたいなと思います。とにかく署名にはね、並々ならぬ思いがこもっています。で、これ堺の南区の人たちがこういうふうにして体験をね、冊子にしたものを作られて、正式なものは8月1日に発行されるんですが、これをこういうものを読んでるとね、それぞれ受任者だってリストに上がってるのじゃないのを含めた1万人ぐらいおられると思うんですが、それぞれの人たちがそれぞれこういうのね、経験をしておられて、この並々ならぬっていうのはね、みんな書かれてる、幾度に書かれてることは
こんな大変なことを本当にするの、そもそも受任者って何、ウェブだって見たことないし、本当にこんなことできるのかなっていう不安の中から受任者に立ち上がっていかれたことを書いておられるのがまず共通のことです。で、府下全部でこの運動に取り込むって言ったら、皆さん、私実は知識がなくて知らないんですが、県民とか府民とか道民とか、そういうまあ都道府県レベルの直接請求っていうのが実現するのは沖縄で2回あっただけと私は思ってるんですけど、そのぐらいのスケールで皆さんが立ち上がらなければならない今の行政の状況なんですよ。それがどれだけ重篤かということと、皆さんの思いの強さ、並々ならぬ思いの強さっていうのを比べて考えてもらいたいなって、私たちね、記者の方たちにも考えてもらいたいなと思うんです。で、これからあの間もなく臨時議会が招集されますけど、私いつもねメディア見ててツッコミ甘いなと思ってます。議会議員だって当然政党の一員であるから、それぞれの立場があるんですよ。議会議員だってそれぞれの思いがあると思います。で、そういうのをちょっと突っ込んで取材して記事にしていただけたらなと思います。で、このスケールの大きさに比べてね、私が今回今度議会にかかったら、ぜひその府民目線で言いたいのは、この中でね、創価学会の方が長い、今日は時間がないので実は抜粋して読もうかなと思ってたんですが、その時間がなさそうなので、あの書かれていました。公明党がカジノを推進を支持している党だとはつゆ知らなかった、どんだけショックだったかということを書いておられます。で、私はそのね、もし住民投票条例が通って住民投票が実現したら、公明党の議員さんはとっても辛い思いをすると思います。なぜかというと、私実は公明党のポスターが貼ってあるお家には軒並み入りました。あの手応えありところの騒ぎじゃないんですよ。皆さんさっさと署名をしていただきました。で、もうご記憶にも新しいと思いますけど、2020年の住民投票、公明党は山口代表までが大阪入りをしましたけど、半分の人たちは都構想に反対をしましたよね。これは各新聞社、朝日は46対54、賛成画の方が46です。産経は 48.5 対 51.6、 毎日は48対 52、 読売だけが、賛成52で多くて反対48。いずれにしても 50% の割合で都構想大阪をなくすってことに公明党の支持者の方ははっきりと反対を示したわけです。そうなると、本当に公明党の議員は一体この議会でどういう意思表示をするのかなっていうようなことも、私は実は非常に興味がありますので、皆さんぜひそこのところを突っ込んで取材していただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、続けて石川先生お願いします。私がですね、このカジノ問題を、調べたのは大体2010年代の前半になります。ですから、まあ、大体10年ぐらいの、まあ、歳月が経っているわけですが、その私はかなり早い段階から住民投票の必要性を論じておりました。それには理由があります。2010年代の半ば頃からですね、盛んにアンケート調査が行われるようになってきました。各種メディアがこの問題を取り上げて、どういうふうに、まあ、一般の人たちが思っているのか、そのアンケート調査が、でその答えはですね、もうほとんど同じようにカジノの誘致は反対である。で、賛成はですね、大体 30% ぐらいですかね。で、そのカジノ誘致と賛成と反対がですね、まあ、反対が2で、賛
性は1ぐらいだったんです。この比率はですね、ほとんど変わっていないというわけです。でところが時間の構成を見たら、これは推進派が圧倒的なシェアを占めているんですね。つまり議会とそれから一般の世論の間にねじれが生じているわけです。でこのままいくと住民の多数が望まないものができてしまうということに私は非常に危惧を持ちました。で初めて私が、住民投票のことに言及したのが、まあ、私著書が2018年にあるんですが、2018年の段階で住民投票の必要性を説いております。で、まあ、いろんな経緯がありまして、ようやくこれを実現するとこういう運びになりました。我々の会が発足したのは今年の2月です、そして3月から署名活動を始めました。で、62日間、まあ、一部の地域の例外がありますが、まあ、署名活動をし、実際私はですね、これに参加してみて私が考えていたよりもはるかにしんどい、署名活動であったと。私が提案したときはですね、もっともっと軽いもんだと思っておりました。しかしやってみてですね、もう本当に制約がたくさんあって、難しくって、もうこういうのどうしたらいいのかとですね、たくさん出てきたわけです。で、批判もありました。それはですね、皆さんご存知かと思いますが、カジノの、まあ、推進論者の立場で論人を発表される木曽隆さんという方がおられます。この方はですね、もう彼の、見解はもうネットで流れているからご存知の方もおられるかと思うんですが、すでに議会で、決まっているのに今頃署名活動を言い出すのは、参議院選挙目当ての売名行為である、本気で止める気などさらさらないと、こういうことを、私の記憶で2月だと思うんですけども、ちょっと記憶は曖昧ですが、そういう批判がありました。我々はですね、もうその本気で止める気などさらさらないというようなことはですね、真っ向から否定したいと思います。まあ、私個人にしても10年やっていますから、止めたい気持ちがなければ10年続きません。でこの会はですね、本気で止めたいと思っているからこそこの大変な署名活動ができたというふうに思っております。で目標の20万筆を集めたと、私は本当に感動したわけであります。これをですね、非常に重たいものであるし、この署名は決して楽なものじゃない、重たいものであるということはですね、吉村知事も重く受け止めて、議会でぜひ条例すべてをですね、やっていただきたいと思います。それでは同じく共同代表の中野さんから、なお中野さんの方から発言していただく内容の資料は後ほど皆さんの方のお手元にはお届けしたいと思います。まず最初に今日の活動の点からお話ししたいんですけども、まあ、改めて550人を超える人がこの炎天下の中、町前に集まっていただいたというのはすごくびっくりしました。で、まあ、やっぱりこれ通常の市民運動とやっぱり違うんやなということを強く思っています。これが自発的な運動で、どっかの司令塔があってそれの言うがままに動くような署名活動ではなかった、自らが考え、自らが動いたという署名活動だった。それだけに皆さんの思いが強いんだろうと思います。で、終わってからもよく話題が出るんですけど、今まで自分がやった署名活動の中で一番楽しい署名活動、しんどいけど楽しい署名活動だったと言われる方がたくさんいらっしゃいます。そういうのがこの21万筆だと思います。
ただ20万室は先ほど山川事務局長が言われましたように将来的に30万にも40万にも増えていくポテンシャルを持ったものだと思っています。でその思いがこもった使命を吉村知事や議員の皆さんがどのように扱われるのかが見ものだと思っています。参議院選挙を見ても維新の方々は彼のは争点化したくなかったようですが、こうなれば来年の統一地方選挙および道路選もカジノが争点になることは間違いないと思います。そしてそれを支えて拡大していく国民がこの運動の中にいるんだということを改めてはっきり言えるんじゃないかと、この指名活動をやり生み出したものだと思っています。実は私たちが20万室が集まったということを報道していただいたときに、吉村知事がテレビで発言されています。そのことに関してこれはちゃうんちゃうかということを私たちは思ったわけです。それで署名終了の大集会があったときに、これは吉村知事にやっぱり反論しとかなあかんなということで、住民投票を求める会の総意として書簡を作りました。でその書簡を渡そうと思ってるんですが、どういうことが直接、正面を向くと言ってはった知事が面談に応じてくれない状況が続いています。で私たちが準備した書面ですけども、いくつか反論している中身を読ませていただき、読んでもいいですか、長くなったな。一つは知事は議会での議決を根拠に住民投票は必要ないと思っていますと言われていますが、常設型の住民投票条例が存在しない大阪府で、特定事案についての住民投票条例制定の署名運動が住民の中から自発的にこれだけの規模で生じたのは、議会の議決への不満、あるいは議決が認められないという府民の意思が唯一の理由だと思います。ですから、議会で議決したことは、住民投票を行わない理由にはなりません。2番、改めて申し上げるまでもなく、地方自治法にのっとった署名が20万筆を超えて集まったという事実が、住民合意が取れていない証であると思います。また住民合意が取れてない証は、さらに過労死で行われた公聴会でも、途中で中断された説明会でも9割を超える参加者が反対だったことでも明らかです。この点からも逆に推進側の地位としても、住民合意を確認するためにも住民投票は不可欠じゃないじゃないでしょうか。知事は私たちを反対派と呼びになっていますが、私たちは住民投票での決着を求めているだけです。反対派と呼ぶことは、恣意的に抵抗勢力という意味合いを持たせたり、大阪府民を分断しようとするような好ましくない波及効果を与えます。また反対しているのは少数の異分子という意味合いを感じさせます。私たちは正当な民主主義の手続きにのっとって住民投票を求めているのですから、反対派というレッテルを貼りになることは避けていただきたいと思います。知事は反対派の中心的なところは依存症対策だと思いますと、私たちに確かめもせず勝手に言われていますが、これは我々の主張の大変な賠償画だと思います。私たちはカジノの問題以外に、大阪や IR 固有の問題点も数多くあり、そのことが大阪の経済、文化、社会、医療に莫大な損失をもたらす恐れがあると感じているのです。知事も市長もカジノには一切税金は使わないと言われていたのに対し、土地改良に790億円の負担を表明され、さらなる追加の土壌改良や地盤沈下に対する補償までも負担するような、青天井の費用負担をされようとしていることが、大阪府市の財政を危うくするのではないかと危惧しています。大阪は IR と締結された契約があまりにも弱腰で、事業者有利の平等契約であり、民間企業であれば出身となる人物か背任の罪に問われかねないアフェアな契約であることに、府民として到底納得できるものではありません。
公募と言いながら当初応募者ゼロであったのに突然短期間で土壌の条件が変更されたものになり、ただ事業者に十分に周知事務期間を与えなかったのではないかという疑惑すらあるものに見えています。当初は海外富裕層を呼び込むことで海外振興を図ることを大きな目的としていたのに、日本人が対象になりカジノ以外の施設はその規模を縮小したのみならず、カジノ自身も機械中心で観光振興に結びつくのが大いに疑問があります。事業採算は全て業者任せで府市独自の試算が全くなされていないという状態で、真の実現可能性が検証されているとは思いません。府市の財政に非常な大きな影響を与えるという自覚があるとでしょう。年間2000万人もの入場者や売上5200億円という資産が既存施設との比較対象から考えても実現性が乏しいと言わざるを得ません。まだまだ再検証されるべきポイントが多々ある未熟な計画です。仮の誘致の決定が巨額な交付金を使う以上、市民生活にネガティブに働く危険性が大きいということも考慮する必要が当然あります。以上からカジノの是非は市民の判断に任せていただきたいと思いますという手紙をお渡ししようと準備しています。以上です。はい、今の書簡の方は、お配りしておりますので順次ご覧いただけるというふうに思います。それでは皆様の方からご質問の方を出していただいて、それで順次答えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。あ、では幹事社の ABC ですが、どうでも質問だけ、今後は府議会での審議がやはり焦点になってくると思いますが、ちょっとおっしゃってたように、その構成でいうとかなり、IR 会場の、賛成の立場の国も多いと、その中で皆さんたちは府議会にどんな審議を何で期待するんでしょうか。ちょっと多分配るところあれです被っちゃうんで、どうしましょう。今ごめんなさい。じゃあ最初あちょっと待ってすみません、その今配られてる方ちょっと映り込んでるので、あ、そうですか。はい、すみません、全部配ってください。すみません、どうしても持ってくるつもりで印刷したものを置き忘れたので急遽コピーさせてもらいます。今日はその書類の方はこれが終わった後秘書官の方にね別途、会ってお話してほしいという申し出と一緒に持っていって渡すというそういう感じのものです。多分もう大丈夫です。はい、よろしいですかね。橋本さん、いけた。はい、まずですね、今回大阪府議会の中でということですが、私としては2つ特に大きなものがあります。1つはこの衆院投票そのものの受け止めということに対して簡単に否決をしてほしくないということですね。これは大阪において大阪市会の場合は自民党の議員の皆さんが中心になって大阪市での住民投票条例をということを提案をしました。しかしこれは委員会に行くこともなく当たり前に本会議で否決をされてしまう。どこにしっかりとした議論があったんですかとみんな伺ったわけです。で、今回大阪府議会においてもこれだけの努力がなされて今日私たち初めて署名の請求をしました。ところが署名を請求する前に必要ないということを言う知事、そういう知事を批判できない大阪府議会のあり方、これどうなんだろうかということを思っているわけです。今回私たち本会の中で意見陳述人を決めて、で本来であれば意見陳述者が数日おいて本会議へ臨むとかそういった機会があるだろうと思っていますが、どうも議会の運営委員会の考え方は即日に終わってしまうような雰囲気もあります。明日になると分かりません。しっかりと議論を尽くすということがなぜ大阪府議会できないのか、それが私たち大阪府民を代表する府議会かということの問題を強く問いたい。これは住民投票運動の直接請求ということの持つ趣旨、そのことが議員の皆さんに伝わっているのか、首長として受け止めているのか、その点をですね、しっかり受け止められないような議員であれば議員たる資格はないと、そこまで私は思います。そういうことが前提にあった上でカジノの問題ですから、やはり税金を、
カジノを誘致のために使う、いや税金じゃない公費だ、公営会計からだ、まあ、いろんな議論ありますけれども、そういった問題を含めて私たちにカジノの誘致計画の全容が示されていない。先ほど中田さんの方からもありましたことが、まあ、大きな論点だと思うんですが、そういったことを議会で決めたからもう必要ないということを言いながら、将来にわたって大きな負債を子どもたちに背負わせる可能性があるということさえも府民に伝わっていない。計画が立ったことも伝わっていない。実際の数字そのものの根拠もわからない。こうしたことをですね、やはり会派が一つ大きくまとまって賛成に傾いている、もしくは維新だけでなく公明党もそうかもしれませんが、大阪市会と同じです。そういうことで真摯な審議を作らないような分解であってはならないぞと、そのことについては徹底して監視をし、大阪府民の中での問題として受け止めていくということですね。まあその審議にあたっては言いたい。もちろん吉村知事の意見ということが、まあ、この住民投票条例に合わせて添付されて付与されるわけですけれども、府民を軽んずるようなそんな意見は許しませんよと。あなたは大阪市大阪維新の会の代表である前に、私たち880万の大阪府民の知事であるというその職責を優先すべきであるということはやっぱり強く問いたいというふうに僕は思います。私、大統領の方から今日の集会の最初には皆さんに言ったんですが、府議会の質が違うということをどのように捉えるのかというのを、私たちはもちろん陳述の機会を与えられたときにはそれを言おうと思いますが、以前の3月24日の府議会というのはデタラメの IR 区域整備計画を可決したという府議会だった。でもその後府議会にかけられていない内容を私たちが今度請求した内容には入っている。それは何かというと、事業者の言いなりの公費投入の件も市議会の方は議論されたようですが、どちらにも入っていないものが一つあります。情報公開請求で公費投入の経緯が明らかになった。私たちが12月21日に聞いた公費投入決定というのがすでに21年2月6月には正式に決定していたということが、府議会市議会が始まってから明らかになってきましたよね。私の記憶では2月18日以降だったと思います。これは北野さん、市議会の北野さんとも話して、みんなの氷山の一角よって、あの人高い声でこんな風に言いますけど、その氷山の一角でも一度も議論が尽くされていないのは、行政権者が、政策決定者が進めようとしていたその IR に関して公費投入を決定したということを隠したということ、隠蔽した策動については誰も一度もまだ問いかけていません。私たちは発言の権利さ、陳述の権利さ与えられば、そのことを議場の中に持ち込みたいと思っています。で、今度開かれる臨時府議会というのは計画を可決するとか否決するとかそういうものではないですよね。私たちがなぜこんなことしてるのかっていうことなんですよ。どれほど民意とずれた、あるいは民意に反する、みんながおかしいなって思うような政策が推進されているか、そうでなければ直接請求などということが実現するはずがないんですよ。住民投票条例が通る通らない以前に直接請求が今日実現しました。実現したっていうことは、私たちがダイレクトに議会じゃなくて、私たちがダイレクトに政治に参加しなかったらもう大阪ダメって思う人たちがたくさんいたからなんです。現にこの直接請求が実現したことそのものにものすごく価値があるし、その実現させた人たちの思いに対してあなたたちは是とするのか可とするのかっていう、そういう議会になるわけです。ですから前回の議会と今回の議会は全く違うものだということです。だから皆さんなんか同じようにしてどうせ否決されるからと言ってるけど、全然違いますよ。違いますから、私たちは与えられた時間を精一杯使いたいですし、まだ終わりません、この戦いは。そのことも引っ張り言いたいですし、
先ほど言ったように公明党の議員なんかにも本当にぜひに私たちが逆に議員に聞きたいぐらいの気持ちを持っています。はい、はい、まあ、私たちはですね、もちろん議会の構成ってどうなっているのかよく分かっております。ですから厳しい見通しはもちろん持っているんですが、それにもかかわらず、まあ、チャレンジをした、挑戦をしたという気持ちです。それぐらいやっぱりこれは問題があるという気持ちがですね、非常に強いんですね。でこの区域整理計画というのはですね、私も署名活動をしていた時に何度も言われました。なかなかいいやないかと、カジノ儲かるから大阪の最初に、誰じゃないかということを言われました。しかし我々のようにですね、かなりこの問題を調べている人間から言うとですね、それはもう全くのフェイクなんですね、誤解なんです。ある意味で情報操作かもしれないですね。でそういうものをですね、私たちはこの署名活動の時にぜひ打ち破りたかったと、そういう気持ちが一つあります。やはりこれはこんなものができるんだということを知らせるということもですね、この署名活動の一つの重要な、戦い方であったというふうに考えます。それからもう一つですね、私は横浜を非常に尊敬したいと思うんですね。横浜を再現したい。横浜は否決されたけれども、しかし結果としてカジノ反対の市長を誕生させたわけですね。でそういうことはですね、私にはもともと敗北主義じゃないですけれども、もしそうなってもですね、我々はまだまだこれをこの署名活動を基盤にして戦うことができると、そういうふうに考えています。最初に申し上げましたように、20万人に署名した人がこの事実を知ったということがすごく大きいんだと僕は思っています。僕はたまたまこう記者会見に出てきてますけど、多分他の人が出てきても僕らと同じこと喋れると思います。それぐらい今回活動に参加した皆さんはこのカジノの問題点をしっかりと理解された上で署名活動をされたということなんです。ただ単にそのイデオロギー上の反対賛成のものではなくて、事実としてこれは通してはいけないんだということを知った人がたくさんいるということです。その目を通り抜けて、不可思議な決定をしたら、それは必ず知って返しがあるんやろうなと思っています。それはどうしてもこの議会構成ではダメなら、来年議会構成を変えるしかないんじゃないかという民意まで動かしていくような大きな動きになるぐらい、今の議員の方が思っている以上に市民の間に浸透していく。これはもう我々の活動としてもっともっと事実を知ってもらうことによって、大阪がダメになることを防ぎたいと思っている。一方では住民監査請求をしているわけですけれども、これ合議不調で次は提訴という形になってくると思います。合議不調になったのはやっぱり合議できなかった、それぐらい事実がおかしいということだと思っていますし、この住民監査請求で挙げられた、私たちが挙げた内容は全国オンブズマンの方にまで知られています。だから大阪はすごく今注目されているんです。でその最中にあって区議会がアホな決定をしたら大阪は何してんねんということが全国から言われる状況にあるということをしっかり知ってもらった上で、議員の方にはこの取り扱いをしっかりしてほしい。議員が間違った決断をしたことに対して住民が正したわけですから、そのことを真摯に受けてもう一度一から考え直してほしいというのが私たちの思いです。続きまして、何かご質問があればよろしくお願いします。はい、じゃあ一番多くの方お願いします。NHK の清水と申します。山川さんに伺いたいんですが、ちょっと大元の質問になってしまうんですが、改めて今回の住民投票、署名を集めることになって直接請求しようっていうことをご決断した理由と、その意義について今お考えあれば改めてお願いします。まあ、先ほど言ったことを繰り返しになるかもしれませんが、このカジノ
を大阪に誘致するということがですね、私たちにとってどんな影響があるのかっていうことについて、住民の納得や理解、そのことがないということがまず大きな問題だったわけです。皆さんもご存知のように、この計画っていうのは後から付け足しのようにいろんなものが出てくるでしょ。先ほど大井さんの方も言われたように、いつ公費を使うのかっていうような決定がなされたのかとか、そもそも昨年2021年の6月の時点の法案決の会で、そういったことが出されて、吉村、松井さん、どちらも知っていたと思うけれども、間にあった衆議院選挙前では、そんなこと私たちに一切明らかにしなかったとか、こんなね、私たちが主権者であるのに、主権者が判断するということを嫌うような大阪ということは何なのかとか、いろんなことを考えていたわけです。で、その中でカジノに本当に私たちの税金、公費を使っていく、そういったことについて、私たち主権者に問うているのかといったら問うていない。このままやらせてしまったら、カジノに行く行かないとかね、いろんなそういう問題があったわけですよ。テレビでも吉本の方が、みんな世界の食べ物を食べれますね、みんなこのカジノに来たら大阪豊かになりますね、経済政策ですね、反対するやつは反対だっていうだけで大変がないじゃないか、そこまで言われた。だけれども、本当にそのカジノは推進力になるのかどうなのかということに対して、科学的なさまざまな検証がなされて、そうしたことについて本来であれば議会、自治体は、行政は、私たちに対して説明をし、納得を得るという一番大切な手順を、やらなければいけないものを全てやらなかった。議会の中ではそうした疑問が例えば出されても、数の論理の中で議論もされない。そうなってくるとですね、私たちやはり直接請求という主権者としての権利を行使するということを、やっぱりやらざるを得なくなったということなんですね。大阪府市の中で議員提案でそうしたものが出されたときに応援しました。だけれども否決をされた。で、 IR 自身は大阪府が IR 株式会社と契約をする。そうするとやっぱり大阪府っていうこの大きい枠組みの中でも、やはり私たちはその芯を通るということを行使しなければいけないということで、まあ、自民党がやりました。それがなぜやらなければいけないのかって考えたときに、行政の中で誤った方向であればそれを正す当然の権利を行使する、そこに賛同する方が行政やその首長が考えるよりもよっぽど多かったっていうことの事実ですね。それはやっぱり大きいと思います。で、実際に署名を集めて思うことは、大阪が変わる新しい市民や府民の主権者としての運動参加の潮流が始まる、そういう走りになったんじゃないかというふうに僕は思うんです。市民と野党の共闘とか、いろんな団体がいろんな課題でたくさん運動を取り組み、選挙の時にいろいろと協力するということがあったんですが、今回は私たちカジノという問題ではあったけれども、主権者として直接請求をするということに、72の市区町村で同時に同じ思いを持った人たちが2ヶ月間動き続けたと。その結果、多くの人たちがこの運動に参加し、署名をしたということは、大阪府内のさまざまな市民運動の歴史の中でもかつてなかった、僕はそう思うんです。そういうものが実際に作られたということは、それほど逆に言えば、大阪府市のこうした行政ということの、議会ということのありようがね、私たち有権者、住民、まあ、有権者というのは外国の方も含めて、この地域に全て住んでいる方の思いとは乖離しているという現実なんですよ。だからそういうものを変えていくということの意味が、この21万筆の中に込められていることを、しっかりと各首長や議会は直視してもらわなければいけない。そういう新しい潮流が今始まっているということを理解してもらわないと、あなた方は間違いますよ、吉村さん分かりますか、まあ、そういうふうに直接あったら言いたいんですけどね、ちょっと答えになったかどうか分かりませんが、僕はそう思います。もう一点確認なんですが、今回の、直接請求、まあ、住民投票を求める直接請求の目的としては、それはカジノの、IR への反対を表すということではなくて、しっかり府民の意見を聞いてください、その賛否ということではないということなんですかね。それはこの条例案の中を見ていただくと、その目的とその請求趣旨は書いてありますので、それはもちろんカジノということについての賛否を大阪府民の皆さんに問うということが中心になっています。ただ和歌山とか横浜と違ったのは、私たち運動をする時点ですでに大阪府議会、市議会が議決をして進めるということの中にあった。
でしかも大阪府審議会の中での公聴会やそれからあの住民説明会というのは機能不全に陥ってね、しっかりとした声がされていない。しかも反対意見であるとかマイナスのことってほとんど皆さんも行政から聞く内容少なかったでしょ。そういう中であるから私たちはもちろん運動の冠の中にカジノは反対ということを前に出したんです。でなぜそうなのかということを含めて皆さんに提供し、最終的には住民投票で決めよう、それがあの運動の趣旨であったというふうに振り返ったら思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、で人民新聞の書くと、ちょっと後ろの段幕が外れている分で、ありがとうございます。あ、直してくださいという。あ、いや、質問もあるんですけど、あ、直さなくて大丈夫かなと思って、それも、いや、質問もあるんですけど、あ、じゃあ質問させていただいていいですか。はい、すみません、まず、1点目なんですけれども、今回あの、記者会見で吉村知事に質問するたびにあのおっしゃっているのは、大阪っていうのは、間接民主主義に基づいて、この住民投票を推し進めていたから、今回の、直接請求というのはやる必要がないという、でまあ、そこに対して何か意見があったら言っていただきたいのと、2点目はまたちょっと署名をこう集めている過程で、こういうエピソードだった、こういう意見を言う人だった、こういう出会いがあったというのをもう少し、お話を、お聞かせいただければ、ありがたいかなと思って、その2点お願いできたらと思います。どうもかエピソードとか説明しようかな。どうぞ。何についてですか。あ、はい、1点目は、吉村知事に、まあ、記者会見などで、住民投票の是非について実施しないのかということを聞くたびに、大阪は間接民主主義の下で、これを進めてきた、振り返って進めてきた、なので、これは別に住民投票やる必要はないということを言っていまして、まあ、そこに対して何かご意見あればお伺いできないかなと。まあ、これを不正するために住民投票の請求権、直接請求権が我々にあって、それをきちっと法定通り集めて出しているわけですから、そのことを必要ないということは言えない。間接民主主義であることが全て正しいわけではなくて、その民主主義の中の欠点を補う一つの方策として、私たちがやったような直接請求権が残されているわけですけど、そのことをしっかりと請求したということが今回のことではないです。まあ、最初の事務局長が言ったみたいに、そうせざるを得ないぐらいひどいことが進められているという理解です。ですね、一つは非常、例えばですね、最初言いましたけど、ねじれが生じているんです。つまり住民の多数が反対なのに議会が賛成派が多いということで、住民の声が反映しない形になっているんですよね。そこが非常に問題なんです。だからそこでどうしても重要なもの、そこで住民投票が必要であるというふうに私は考えます。でこれは何もかもそんなことを言って、私はちょっと言うんじゃない。そこで重要な問題が、ただ住民ということを言えば、その重要な問題が、よく知られていない、大変な問題なんですけれども、よく分かっていないということを、それから、実数なんですけれども、いくつかありました。一つは、
こうした住民投票条例の直接請求というものを比較対象に挙げて、物事を分断対立するようなそういう意味合いで話をするならば、あなたは間違っていなさいと、そこはっきりとしなくちゃいけないというふうにですね。私たち別に選挙を否定するわけでもありませんし、立候補もしますし、投票もしますし、当たり前に行動しております。で、そのことをもって、なぜ、解説民主主義で議会制裁に制御を取って、その代表を決めたから、それを追われるんだということは、何か言うんですか。維新の皆さんは、自分たちが有利な議会の中においては、その代議制を強調し、それで自分たちのやっぱり方針を通したいときには、何度でも何度でも住民投票でもやるということになります。そういうことではないでしょうか。やはり、何をもってみんなで決めていくのかということを出された、今回の直接民主主義ということの中で言われていますが、直接請求という地方自治法の中に定められた権利の行使なんですから、そのことに対して正当に向き合わず、それを対立するかのような言い分に持っていくというところが、吉村さん自身が実は反対派と言いながら、カジノに対しては有志反対をされている方が多数であっているという調査ではないか、そういうふうに思います。だからこれは議会の皆さんに見ておいていただきたい。本当に審議を尽くすのか、審議を尽くすのか、そういうことさえもないような形で、意見陳述だけ終わらせて、はい、シャンシャンと手を挙げてくれるのか、僕の問題なんですけど、ぜひ、本当に聞こえていきたい。これは松本だけではなく、私たち自身の、責任であると思います。じゃあ、次に行きます。Thank you.
何週間も含めて、一体どれぐらい薩摩君のリスクを取らなければならないのかということを、推計してない状況でリスクを取るということを契約上歌ってもらうのは、ありえない契約だと思います。本当にそのことを議員として分かって、想定してるんです。本当にその損失が顕在化したときに、それは結果としては国民、市民の、にマイナスで現れる。そしては議員は責任を持っていると思う。今回の契約というのはそこまで考えて、統計しないといけないぐらいの大きな問題を含んでいるということを知ってほしいな。はい、それについてのお話を
ていく次の市長選とか市議選とかという話がその中では出てきている。だから逆に市長選に勝つために男性職をやっていただいて、そういうことを他にも何とか阻止したいと思う人が増えてくるわけですけれど、その代表として市長選挙に行こうという逆転の発想もあり得るから、それがその市民の普通の気持ちとして湧いてくるんであれば、じゃあもっと違ったのを違った市長選挙というのは大阪のことかもしれない。だから維新に勝つためにということじゃなくて、やはりそのカジノを大阪に受け入れたくないという、そういう自分たちの街を守りたいという強い思いから、出てくるのが出てくるのが西田さん、例えばね、変な話ですけれども、選挙運動だけやってる人は今回の選挙を見たとき、ああ、やっぱりなかなか県野党は勝てなかったなとか、そういうような思いだったり、維新って今は非常に強いなということで、そういう印象が強く残ると思います。で、他の住民投票運動をやってきた人たちの中には希望と展望があるんです。やっぱりこれだけの運動を続けて新しい人たちと知り合って、でしかもそれが政党や党派や会派や何やら何やらというのを超えてね、この他の運動ということで地域の中で、これ本当に想像してほしいんですけど、何にもなかったんですよ。それは72市区町村の中で順番ではあったけれども、最終的には全てでこの住民投票運動をやろうという人たちが動いて、でこの署名簿ややこしいでしょ、こういう署名簿をどういうふうに提出したらいいのかということをお互いが膝つき合わせて話し合って、でそれを行政にそうやって提出するということをやったんです。これが同時に全てやられたわけです。でこういうことをやっているということは、そのさっき中野さんが維新をどうするとかどうするとかじゃなくて、カジノっていうものが自分たちの住民としてとって主要なのか、本当に私たちの子供育てとしてどうなのか、高齢者にとってどうなのか、そういうのをみんな深く深く考えていくのが、同じように質問を持って同時に72市区町村の中で進んで、そういうふうにやったっていうことを通り抜けるとね、あ、これは来年だって明るく僕たちは運動の力で地域を変えていけれる、そういうものが作れるということは分かった。どこまで深く広くできるのかっていうのはこれからだというふうに思いますけれども、私たちはそういう点で展望を持ちながら、いろんなことに当たっていけるんだろうなと思います。時間の方が5分、6分ほど過ぎましたので、そろそろ最後の話を開始と私とか読売テレビの関係です。これまで質問とまず対応してなんですけれども、この有効数19万が集まった、この署名に込められている有権者のどういうものなのかというと、19万が集まったことが示す意味というのはどういうものなのか、今がどうですか。まずね、嬉しかった。正直言ってホッとしました。もう本当にそれが今日提出何回もね、これで提出間違いないんですねということを確かめて、後から失格なんて言わせてねということで、まさかの役人と話してきたんですけど、嬉しかったね。まあ、嬉しかったっていうのは僕自身もホッとしたというのがあると思うんですが、到底数をやっぱり超えて集まったっていうのは、これはやっぱり一つの大きな大阪府民の意思が示されたということだと思うんですよ。で組織的に足し算して、どこの団体が何個持ってるから足したら到底数いってっていうことは一回もやってないんです。もう全て受任者がどう広げていくのかっていうことの中で、もちろん団体やそういうところにお願いしに行ったりもしますよ。けれどもこうやって個人が動いた集まりの中で集められたこの法定数を超えた19万って言いますけど、19万はね、要は府が担当した数ですよ。僕らにしたら21万っていう数が集まった数なんです。で無効にされたけれども集めた数なんです。でさらにもっと集めたい人たちもいたっていうことを前に言いましたけど、本当に最後の署名が終わる最終日に夜11時45分事務所に電話かかって、で事務所のシャッター開けてください、署名させてくださいとかね、それから署名ステーションがあったら若いご夫婦やおばあちゃん入れて3人でここでやっていたのかって車を乗りつけて署名を送り、そういう人たちが増えたのか、それも若い人たちもおったし高齢者の方も、それを本当に大阪府にみんながこの署名っていうことを大切さを分かってきたっていうのが2ヶ月目の本当に終わりの頃だったと思います。
で、そういう人たち の、 あの思いが集まった署名だから、本当に自分の分身みたいな、あの今日もみんなに署名後に頬ずりしたいね、どんな思いですかって言ったら署名後に抱きついてキスしたい、僕はね、そんな思いで今日署名提出しました。ちょっとあの繰り返しじゃない言葉で言えばそんな思いです。大阪府民の期待でございます。結構だから非常に明確なことがあります。例えば共産党の政治家の無念する状態であることが組み上がったりして、今回ね、幾度も言っている私たちに言っていただいたことが、この運動をやってくれてありがとうって、その人たちは10署名やってるんですよ。もう年から年中署名をやっている。だけどこの署名はそういう署名と違う。だからこの運動本当にしんどかったけど、やってくれと言ったらありがとうって私すっごくたくさんの方から言われました。で、みんな多分さっきから書いてらっしゃるんですけど、今までね、いろんな運動やってきたけどなんかダメだったね、でもみんな一生懸命頑張ったねって言ってるような運動で止まってたけど、それ結果出さなきゃいけないから厳しくて、それが本当に自分たちの夢になった、力になったっていう声を伝えてます。そうですね、どうも、ありがとうございました。